13-1 風化した崖が自然と崩れるように、あるいはまた崖の端にできた地割れが急に広がり始めたように、木工部屋の空気は目に見えてトゲトゲしく険悪になっていった。ギーチの周りに集まる者たちは3月に入ると30人近い数になり、時によって増減はあっても、15人以下ということはなかった。勝負は常に殺気を帯びて、腹巻きに下帯だけという気を至った男が2人や3人はいた。小頭の伝七老人は、ある時、まるで鉄火場だな、とつぶやいた。英治にはその内容はわからないが、言葉の意味はおよそ見当がついた。そして今では、小島良次郎の他に役人が2人、この部屋の見張りに当たっていた。ある夜、英治が海端で棒投げをしていると、万吉が後をつけてきて呼びかけた。英治のすることをしばらく見ていたらしく、そっと近づいてくると、それでやる気か?と問いかけた。誰だ?英治は低い声でとがめた。俺だよ。万吉は英治の前へ回った。兄に話があったもんで、甲賀から出るのを待つつもりだった。そうしたら兄がこっちへ来るもんだから、どうするのかと思ってついてきたんだ。そんならもう行ってくれ。俺は体を慣らしてるんだ。へえ、そうかい。と言って万吉は急に話を変えた。時に油部屋のコブが出てったそうだが本当かい?俺は知らねえな。出て行ったのか?堀物部屋の伊助が博打場で喋ってるのを聞いたんだ。と万吉が言った。前に噂の高かった女が呼び出しに来たって。半月ほど前のことだそうだが、コブは随分迷った挙句、伊助に相談を持ちかけたっていう。伊助は一緒になると勧めたそうだ。ああ、と英治は心の中で探索をした。俺は薄情な人間だ。どうしたらいいかと聞かれたとき、よせと一言言うべきだった。半月も迷っていたとすると、正七自身も女が信じきれなかったに違いない。あの時俺はどう言っても無駄だと思った。よせと言っても、女への未練な気持ちを引き戻すことはできないと思った。けれども、今考えてみるとそれは一人合点であり、心から正七のためを思ったやり方ではなかった。俺には、この種目勢をつく権利なんかねえんだ。英治は片手で杖を撫でながら、星の一面にきらめいている空を見上げた。伊助はその話を、周りの者といいお笑い草にしていた。と、万吉は語っていた。きっと50日とは続かねえだろうって。コブの稼ぎ貯めた金がなくなる前に、女は幾人もの男を作るだろうってな。おめえ今は博打場と言ったが、博打場とはどこのことだ?俺は今コブの話をしてるんだぜ。言ってみろ。博打場とはどこのこった?兄が自分に聞いてみろよ。と、万吉は強気にやり返した。兄は辛抱強くそっぽを向いてる。奴らの方やは目も向けねえが、奴らの方じゃ一人一人がしょっちゅう兄に目を叱らせている。兄がちょっと身動きをしても、幾人かの目がさっと集まるんだ。奴ら、兄の気持ちを見抜いてるぜ。何を言い出すんだ、バカバカしい。英治は顔を背けた。おめえ、頭がどうかしてやしねえか?そんなら、そうとしておこう。だがな、兄、どんな甘い手を使ったって、一人じゃ到底無理だぜ。英治は、冷ややかに聞き返した。正式の出て行ったのはいつだ?いいよ。白を切るなら切っているがいい。だが、一言だけ言っておこう。
万吉はそこで声を潜めた。兄一人にやらせやしね。その時は俺たちもやるぜ。名は言わねえが俺の他に四人。みんな道具も用意してあるんだ。いけねえ。英二は我知らず高い声を上げ、しかしすぐにその声を潜めた。そいつはいけねえ。あいつらは合口を持ってるって。この前にも言っといたはずだ。奴らは人を殺めるくれ、なんとも思っちゃいねえ。おめえたちが四人や五人でかかったって、とてもかなう相手じゃねえんだ。そんなら、兄はどうする気だ？この寄せ場には役人がいる。金靴輪をかまされてな。と、万吉が言った。どれほど袖の下をつかまされたか知らねえが、お役人衆は、奴らに酒まで運んでるぜ。英二は頭を左右に振り、胸に溜まった毒気でも吐き出すように、ほほっと長く大きい息を吐いた。俺は考えてみる。このところずっと考えてるんだ。と英二はやがて言った。木工部屋のことが役所へ知れていないはずはねえし、全部の役人が買収されるなんてこともねえだろう。役所でまだ手を出さねえな。そこに何か訳があると思うんだ。きっと何か訳がある。だから頼むから無茶なことはよしてくれ。俺たちの四人や五人で片付くことじゃねえんだから。13-2。俺はもう我慢ができねえ。俺たちの木工部屋がこんなざまになったのを黙って見ているわけにはいかねえ。役所でどう考えているか知れねえが。木工部屋は俺たちのもんだから、俺たちの力で元通りにするのが当然じゃねえか。と、万吉は言い張って譲らなかった。やろうと約束したのは四人だが。と、万吉は続けた。兄が立てば、他にもやる気になるものが出てくると思う。義人の周りに集まってる奴らの他は、みんな立ち上がるんじゃねえかと思うんだ。考えてみる。と、英二はまた言った。本当にやるとすりゃ、しくじらねえような手はずを立てなくっちゃダメだ。ただ力ずくで肩のつくことじゃねえんだから、いいな。万吉は杭の方を指さした。あの棒を拾ってこようか。部屋に別のが隠してあるんだ。と言って英二は杖の具合を直した。怪しまれるといけねえ。おめえ、先へ帰ってくれ。あんまり待たせねえでな。と言って、万吉は戸じさらに歩き出した。コブが出てったのは、おとついだったよ。英二は杭のところへ行き、地面を探して、丸巻きを拾い集め、それを脇にある石材の後ろへ隠した。どうしよう。と彼はつぶやいた。そんなことだ、全く知らなかった。俺がやればみんなもやるという。みんなを巻き添えにすることはできない。ギーチを外へ呼び出そうか。みんなのいねえところで、ギーチと対でやってみようかとも思った。それじゃあ、勝ち身はねえな。足がこんなじゃ、冬を狙うより他に勝ち身はねえ。英二はそうつぶやいて吐息をついた。やっぱり、岡安さんに話すよりしようがねえな。もし、岡安さんに事情があって、役所でも手が出せねえとなったら、その時また考えてもいいじゃねえか。ともかくそれが先だ。岡安喜兵衛には話したくなかった。これまで手を出さずにいるのは、やむを得ない事情があるに相違ないからだ。しかし、ことがこんな風になり、部屋の仲間たちにまで危険が及ぶとすれば、自分の一存でやるわけにはいかない。話すだけでも、岡安喜兵衛に話してみよう。と、英二は決心した。そこを歩み去る前に、彼は振り向いて海の方を見た。風はほとんどないで、時々石垣を洗う波の音も柔らかに
囁くように聞こえた。星空の下の海は暗いが、夜釣りをする船の明かりがまた焚いていい。空気には温められた潮の蚊が匂った。英治が部屋へ戻り、閉めてある引き戸を開けて、杖に重心をかけながら土間へ入ると、竜がすり寄ってきて、いきなり杖を足で払った。突然のことで英治は悪い方の足を痛めないようにするのが精一杯だった。彼は横様に転倒し、そのままの姿勢で竜を見ながら、転ぶ時にも手から離さなかった杖をそろそろと引き寄せた。チンバだと思うからこっちはよく出るのに。と竜は薄笑いを浮かべながら言った。兄が気に入らなくって突っかかるんだ。ここはおめえ一人の部屋じゃねえんだぜ。部屋の中はしんとなった。荒れ出す前にパタッと風が死んだような緊張した沈黙が広がり、息をするものもないかと思えた。だがすぐに誰かが板の間を歩いてきて、英治の目の前へ三本の丸巻きを投げ出した。巻きは鈍い音を立てて転がり、一本は英治の肩に当たった。これをどうするつもりだ?と板の間から問いかけてきたギーチの声であった。こんなもので何をしようってんだ?英治は静かに起き上がり、足をかばいながら、樹木杖にすがって立った。悪かったな。と英治は竜に言った。うっかりしてたんだ。勘弁してくれ。竜は歯をむき出したが、何も言わなかった。英治はむき直り、身をかがめて、丸巻きの一本を拾うと、右手で握ってギーチに見せた。こうやってね、こいつを握って手の指を鳴らすんだ。医者に勧められたんだよ。聞いたかい、リュウ。とギーチは英治から目を離さずに、口の隅で言った。医者に勧められたんだとよ。この野郎、人をこけにしやがるぜ。嘘だと思うなら医者に聞いてみつくれ。こうしてこれを握ったり離したりして、指に力がつくと体にも精がつくって言うんだ。その棒を捨てろや。とギーチが冷笑しながら言った。おめえの狙いはわかってるんだ。その棒を下へ置かねえか。いいよ、兄貴。と竜が言った。俺が言うことを聞かせてやるな。待ってくれ。英治は不安定に体を曲げた。俺にはこの棒は大事なんだ。しかし、捨てろと言うなら捨てるよ。そう言いながら目尻で近寄ってくる竜を見、丸巻きを土間へ置いた。そして、かがめた上半身を起こすなり、樹木杖を持ち直すと、大股に飛んで板の間の端に立っているギーチの足を力任せに殴りつけた。チンバだと見て気を許していたギーチは、素早く飛んだ英治の足に目を見張った途端、全身の力を込めた一撃をそのすねに食らった。横に払った杖がギーチのすねに当たる音と同時に、ギーチがゾッとするような悲鳴を上げて倒れ、英治は竜の方を素早く見た。竜は飛び出すほど大きく目を見開き、口を開けたまま棒立ちになっている。英治は倒れたギーチが懐から合口を抜くのを認め、杖を取り直すと、拝み打ちに、これまた力いっぱい殴りつけた。やめてくれ!ギーチはまた悲鳴を上げた。俺が悪かった!よしてくれ!英治はまるで狂ったように続けさまに殴りつけた。杖は頭を打ち胸を打った。ギーチの手から合口が跳ね飛び、頭や顔が血だらけになった。その時、初めて竜が動き出した。13-3。英治の動作は狂気じみていたが、頭の中は冷静であった。彼がギーチに襲いかかったのは怒りの衝動で、判断力よりも本能的な怒りに支配されたものだ。
けれども初めに一撃を与えた刹那に判断力が動き出し、この機会を逃してはならない。今ここで徹底的にやらなければ、かえって最悪の根を残すことになるぞ。この男を人間と思うな。こいつは毒を持った蛇だ。蛇だと思ってやれ。英知は頭の中で自分にそう命じていた。竜は棒立ちになったままだったが、義一がめった打ちにされ、頭や顔から血が吹き出すのを見ると、真っ青になって震えながら、懐の合い口を抜き、英知の方へすり寄った。バクチボしていた連中も、手習いの机に向かっていた者も、老人たちも、それまでは皆身動きさえしなかった。目に見えない鎖で縛り付けられでもしたように、その場の凄まじいありさまに圧倒されていたが、竜が動き出し、その手で合い口の歯が光ったとき、万吉が夢から覚めたように飛び上がった。兄、後ろだ!と万吉は叫んだ。英治は竜に目をやり、義一を殴っていた杖を持ち替えながら、こっちへ来る万吉に背を向けたまま怒鳴った。手を出すな、万の字!英治の声は部屋いっぱいに響き渡った。おめえ、役所へ行ってくれ。誰も手出しをするな。これは、俺の仕事なんだ。竜は合口の刃先を上に向け、こっちの耳に聞こえるほど荒い息をしながら、じりじりと間を縮めてきた。英治は素早く、義一が伸びたまま動かないのを見て取り、そこへ竜が体ごと突っかけてくると、下くずべを右から左へと振る。竜の突っかけた合口は、英治の左の肩に突き刺さったが、杖で首を強打された竜自身は横へすっ飛び、板の間の上がり花へ転げ込んだ。英治は隙を与えず駆け寄り、杖を振り上げて殴りつけた。杖は頭に当たり、胸に当たり、横から顔を打った。お願い、助けてくれ。竜は倒れたまま、両手で頭を抱えながら叫んだ。もう勘弁だ。誰か助けてくれ。死んじまうよ。だが英治は力を緩めなかった。竜もまた見る間に血まみれになり、動かなくなった。英治は殴るのをやめ、義一の方を見た。義一はうつ伏せになり、流れ出す自分の血に顔を浸したままうめいていた。さあ、と英治は博打をしていた集まりの方へ呼びかけた。もうすぐに役所から来るだろう。他の部屋の者は今のうちに帰ってくれ。早くしねえと関わり合いになるぞ。15、6人いた集まりの中から半数以上の者が立ち上がり、怯えたように土間へ飛び降りると、裸足のまま戸口から逃げ出していった。傭兵さん、と英治が言った。万の字は役所へ行ったか?行ったよ、と与兵が答えた。その時、戸口から小島良次郎が入ってきた。彼は走ってきたと見え、肩で息をしながら部屋の中を見回し、伸びている義一と竜の姿から英治へと目を移した。足がやれました、と英治は言った。今、役所へ届けたところです。小島の顔がこわばり、何か言おうとして口を開いたが、物は言わずに刀を抜いた。英治は素早く、下くずれを取って構えた。よした方がいい、小島さん。と英治は静かに言った。足を切ったところで、証人は他にいくらでもいるんだ。また、足を切るには、ちょっと骨が折れやすぜ。小島の顔に思い惑ったような表情が浮かんだ。すると三人の男たちが、六尺棒のようなものを持って、こっちへ進み出た。いけねえ。出ちゃいけねえ。と英治は、小島を睨んだままで叫んだ。これは、俺一人の仕事だ。座って作れ。小島良次郎は
部屋にいる人足たちの顔を恐怖に襲われたような目で素早く眺め回した。刀をおしまいなさい。と英治が言った。あんたのことは何も言いやしね。今度は役所から人が来るでしょう。ジタバタしてもダメだ。刀をしまってここから出ることです。小島は抜き身を持ったままじりじりと後じさりをし、戸口から外へ出て行った。与兵は二人の小頭と共に、義一と龍の傷を調べながら、誰か三鉄先生を呼んでくれ、と言った。先生は夜はいねえよ、と二三人が答えた。小島良次郎が去った途端に、部屋全体が生き返ったようになり、みんながうろうろと動き回ったり、やかましく話し合ったりしていた。駆け戻った万吉が戸口に顔を見せたとき、英治は自分の体から何かが抜け出していくような、非常な疲れと虚脱感のため、板の間の上がり鼻へ力なく腰を下ろした。岡谷さんが来るよ。と万吉は後ろ手に小貝を指さして喘ぎながら言った。もうそこまで来ている。大丈夫か、兄。英治はうなついて目をつむり、頭を垂れた。13-4。役人というものも世間で考えるほど安定したものではない。と、岡安が言った。上役と下役の区別、煩雑な規則、それぞれの役目の権限。これらの中で人間同士の競り合いがある。出世したいものもあれば、役得をせしめるために何でもやろうとするものもある。袖の下の呪術、人足の老賃の上前跳ね、出入り商人との不正な取引、世間にある忌まわしいことは、ここでもほとんど欠けてはいない。そこはかつて、英治が正七と一緒に手鎖のしごきを受けて、30日の間押し込められていた部屋である。その部屋のある長屋の後ろは大川で、開けてある小さな高い明かり窓から、石垣を洗う波の音や、水面を行く船の漏斗などが時を置いて、のんびりと聞こえてきた。人足寄せ場は一つの世界であり、役人たちもまた一つの世界であるというように、岡安は語り継いだ。人間が集まって形作る世界には、必ず善と悪とのせめぎ合いがあり、善だけに統一することも、悪だけに占められることもない。特にこの寄せ場の老ではないという原則には、多くの矛盾や曖昧な点があって、掟に違反した者の処罰には、当惑する場合が少なくないし、それをよく見抜いていて、巧みに法を犯す者も後を絶たない。これらは表面には現れないが、自分などには早くから分かっていた。義一らが何をしているかも、私には初めから分かっていたのだ。と、岡安喜兵衛は言った。こういうことは今度が初めてではなく、前にも幾度かあったことだし、多くの場合は、下役人が買収されたものだ。木工部屋のことに気づいたときは、すでに小島良次郎と他の二人の下役人が、義一らに丸め込まれていることが分かった。自分は元締め役で、人足たちと直接の関わり合いはない。人見張り役、差配、各部屋の世話人、小頭などの報告によって、それぞれの採決をするのであり、これを無視して人足部屋のことに手をつける権限はない。何か表沙汰になるようなことが起これば別だが、それを待たずにうっかり手出しをすると、寄せ場全体の騒動になりかねない。彼らが常に役人を抱き込もうとするのは、ことが現れたとき、役所全体に累が及ぶという、威嚇の道具にするのが本当の目的なのだ。
この事情がわかるか、と岡安が聞いた。英治は不服そうにではあるがうなずいた。悪いことに、と岡安は続けた。小島は寄せ場奉行の遠縁にあたるし、奉行の鳴島殿はいい人だが、寄せ場という制度を心よく思っていない上に、人を見る目がないから、小島の言うことを鵜呑みにしてしまう。私が人足部屋へ近寄れなくなったのもそのためだ。ギーチらがだんだん図に乗って酒まで持ち込むようになったと聞いたとき、もう黙ってはいられないと思った。けれども、小島良次郎ら、下役人の手配が行き届いていて、寄りつく隙もないように見えた。こう司祭を話しても、お前にはもどかしく、私が臆病なように思えるかもしれない。もしも、と言って、岡安はちょっと息をつき、それからさらに言い継いだ。もしそういうように思えたら、お前自身のことを考えてみるんだ。ここへ送られてきたお前を、私たちがどのように扱ったか。仕事にも出ず、反抗的で規則にも従わなかったお前を、私たちがどういう具合に扱ったかということをだ。英治はその言葉を噛み締めるようにしていて、やがて静かに頭を垂れた。人間同士の問題では、急いで始末しなければならない場合と、辛抱強く気の熟するのを待つ場合とがある。と、岡安は心のこもった口ぶりで言った。今度の場合は、お前が辛抱を切らせたので、木工部屋の掃除が一応できた。まだその時期ではなかったかもしれないが、ちょうどいい時期だったかもしれない。どちらであったかはもう少し経たないとわからないが、ともあれ、一応区切りのついたことは確かだ。そうだ、区切りはついたようだ、と英治は思った。彼は誰をも巻き添えにせず、初めから終わりまで一人でやった。岡安の手で役所へ引かれ、奉行立ち会いの上、同心たちに吟味されたが、小島良次郎や下役人たちのことはもちろん、賭博の事実についても沈黙を守り通した。同心たちは知っていたろうが、奉行その人は何も気づいていなかったのだろう。喧嘩だという英治の申し立てに対して、その手段の無残さをひどく怒り、退路へ送ることになるだろうと決めつけた。吟味の前に打ち合わせがしてあったと見え、同心たちは相手が二人であり、二人とも金勢の刃物を持っていたこと。英治はただ一人の上、片足が不自由だったという条件を述べて、強く英治を弁護した。奉行はそれをどう受け取ったろうか。鳴島千右衛門は同心たちの弁護を取り上げる様子もなく、翌日すぐに町奉行へ使者を出した。寄せ場における賞罰は、すべて町奉行の許可を得なければならないからだ。そして英治はこの部屋へ押し込められたのである。お前が、小島や下役人の名を出さず、博打のことも口にしなかったのはよかった。と、岡安は続けていた。もしも、これらのことが明らかになったら、もともと寄せ場の制度に反対な鳴島殿は、町奉行へどんな進言をするかわからないし、そうなればことは、この寄せ場の存廃に関わるところまで発展するかもしれなかった。私はこの寄せ場を確保し、育てて行きたいと思う。現在の制度にはいろいろ欠陥があるにしても、犯罪者になりそうな性格や境遇にあるものを、犯罪者になることから守り、職業と資金を身につけて世間へ復帰させるということには大きな意義があるし、人口の増加と生活状態とでますます難しくなる江戸という大きな所帯では、これからもっと重要な役割を負うことになるだろう。お前一人にことを押し付けたようだが、
私には私で思案があったということを知ってもらいたい。よくわかりました。と英二は咳をしてから言った。正直に申し上げると、どうして役所が黙っているのか不審でしたし、岡安さんは何を待っているんだと悲願だこともありました。けれども、そればかりじゃありません。あっしは初めから矢面に立つのは自分だと決めていたんです。岡安喜兵衛は英二の顔を見つめた。それはどういうことだ？わけってほどのことじゃありません。ただ、なんとなく、あの義一と竜をやれるのは俺だけだっていうような気がしたからです。と、英二は口ごもり、それからはっきりと言った。実を言うと、同じ部屋の万吉っていう男に唇を切られたんです。俺たちの木工部屋をこんなざまにされては我慢できねえ。もう辛抱が切れそうだと、万吉が言い出したんです。万吉とは、元飛び職をしていた男か。ええ、喧嘩が自慢ですし、本当にやりかねない様子でした。あっしゃ、相手が、合口を持っているからと、どうにか思いとどまらせたんですが、そのまま万吉が手をつかねているかどうかはわかりません。そんなら、万吉のやる前に、自分がやろうと思ったんです。それは、二度と口にするな。岡安はちょっと声を低くした。お前の方で二人に意思を含み、前から機会を狙っていたとなれば、罪は軽くないことになるぞ。あっしゃ、罪の重い軽いなんか気にしてやしません。と言って英二は微笑んだ。しかしあの晩あんなことになろうとは、全く考えてもいなかったんです。戸口を経た途端、竜の奴に杖を蹴放されて、惨めに土前ひっくり返った時も、畜生とは思ったが、やる気にはなりませんでした。それから義一が上がり花へ出てきて、人をいい笑い物にした時、カーッと目がくらんだようになってやっちゃったんです。罪を軽くしてもらおうなどとは思わないが、事実はその通りだった、と英二は言った。始末書きには、その通り書かれた。と、岡安はうなずいた。足が治っていたのも本当に知らなかったのだな。馬鹿見たような話です。英二はまた微笑んだ。おかげでうまく先手が取れたわけですが、二人とも足の足を見て目を向いてましたっけ。岡安喜兵衛は声を出さずに笑った。それで、と英二が待ちきれなくなったように問いかけた。じゃあどんなお裁きを受けるんでしょうか。ここにいられないことは承知だろう。大抵のことは覚悟しています。義一は片目がつぶれ、肋骨が二本折れた。と岡安は言った。竜は左の腕が折れ、左の耳がちぎれた。しかし、どちらも命に別状はないし、金税の凶器を持ち込んだ角で、傷が治ったら天馬町へ送られるだろう。わしも一緒ですか。岡安喜兵衛は首を振った。お前は北町奉行へ差し戻されて、再吟味ということになった。それ以上のことは私からは言えない。わかりました。英二は神戸を低く垂れ、つぶやくように言った。今になってみると、あの二人にはやりすぎて悪かったと思います。それは違う。岡安は、英二の言葉を強く遮った。悪かったと思うのは、あの男ではない。もっと他に人がいるはずだ。英二は口をつぐんだ。岡安喜兵衛はその後を言わずに、黙って英二の目を見守っていたが、わかるだろう、とでも、言いたげにうなずいてから、静かに立ち上がった。無理なお願いかもしれませんが、と英二が聞いた。こっから出る前に、部屋のみんなと入るでしょうか。私の一存では計らえないな。
ぜひお願いします。みんなには口で言えねえ恩があるんです。別れに一言だけ礼を言わせてください。お願いします。この通りです。と言って英二はそこへ両手をつき、繰り返し頭を下げた。奉行に願ってみよう。と岡安は言った。だが、おそらく許しは出ないだろう。望みはないと思う方がいい。今、お前は咎人なのだから。十三の子。英二はびっくりしたように、岡安を見上げた。お前は、咎人だなどという言葉を、まさか岡安の口から聞こうとは思わなかったからだ。岡安騎兵の表情は、すっかり変わって見えた。目だけは温かみをたたえていたが、顔つき全体は冷ややかに厳しく、人足たちが役人面と陰で言う、そのままの顔つきに見えた。英二はこれまでに一度もそういう顔つきの岡安を見たことがなかった。部屋にある持ち物はこっちへ運ばせる、と岡安は言った。ここにいるのも、あと二三日だろうと思う。それまでゆっくり休んでおくがいい。英二はまた両手をつき、頭を下げた。それから中一日置いた二日目の夜、晩飯が済んで、一時ほどしてから、前触れもなく与兵が現れ、間もなく二人の下役人の手で、ささやかながら、主公の膳が運ばれてきた。これは我々の寸志だから内密に、というようなことを下役人はつぶやくように告げて去った。いい晩だね。与兵が照れたように低い声で口を切り、探るように英二を見た。みんな心配しているんだが大丈夫なんだろうね。町奉行で再吟味ということになった。と言って英二はとっくりを持った。でも大したことはないようだから、みんなに心配しないようにって言ってくれよ。一つあげよう。私は酒はダメなんだよ。まあいい。お別れだから受けてくれ。では、真似だけ。と言って与兵は杯を持った。膳の上には何かの酢味噌と、菜のごま和えと、雑魚の佃煮などが並んでいた。傭兵さんに会えただけでもよかった。と、英二は言った。みんなにも随分厄介をかけたが、傭兵さんには一生かかっても消せねえような恩になったからな。傭兵は手を振った。私が何をしたもんか。そんなことより、姉さんの今度してくれたことの方が、よっぽどみんなのためにありがたかったよ。与兵は、酒をすすり終わって杯を置き、英二に酌をした。英二はちょっと口をつけただけで、その杯を持ったまま与兵を見た。口で言っても始まらねえが、俺がここを無事に出る時が来たら、与兵さんにも一緒に出てもらい、一緒に暮らすつもりでいたんだ。与兵はとっくり思ったまま、脅かされてもしたような目で、英二を見返した。こんなことになっちゃう、それもお流れだが、もしも仮に、俺が牢から早く出られ、与兵さんがまだここにいてくれたら、俺はきっと迎えに来るよ。ありがとうよ。ありがとう。与兵は頭を下げた。そう言ってくれるだけでたくさんだよ。ほら、一人ぼっちだ。小さい自分、火事のために親兄弟をいっぺんに取られてから、兄弟はともかく一人でもいい。親が欲しかった。英二はそこで強く歯を食いしばった。
あんなことさえなければ、おめえと一緒に暮らすことができたのに。それは嬉しいがね、A さん。一人ぼっちっていうのは間違いじゃねえか?と、与平が言った。もっこ部屋の仲間はともかく、お前さんには、サブちゃんとか、おスエちゃん、おのぶさんって人がいるだろう。エイジは与平を振り向いてみた。ああ、知ってるとも。と、与平はうなずいた。私は三人とも知ってるよ。そして、いつだったか、サブという人にもっと優しくしてやったらどうかと言ったことがあるはずだ。覚えてる。エイジはそう言って酒をすすり、背筋をまっすぐに座り直した。せっかくのお別れだ。その話はよそう。どんな人間だって一人で生きるもんじゃない。と、与平は、エイジの言葉を聞き流して続けた。世の中には、賢い人間と賢くない人間がいる。けれども、賢い人間ばかりでも、世の中はうまくいかないらしい。損得勘定にしても、損をする者がいればこそ、得をする者があるというもんだろう。もしも A さんが、私たちの恩になったと思うなら、私たちだけじゃなく、サブちゃんやおのぶさん、おスエちゃんのことを忘れちゃダメだ。お前さんは決して一人ぼっちじゃなかったし、これから先も一人ぼっちになることなんか決してないんだからね。エイジは持っている杯を見つめていたが、急に眉をしかめ、与平からとっくりを取って、もう一つだけ。と言って酌をした。与平はしぶしぶ杯を持ち、毒でも飲むようにそっと口をつけた。こんなお説教めいたことは空でもないからもうよすがね。と与平は片手で口をなでながら言った。A さんはきっと一流の職人になるだろうし、そういう人柄だからね。もっとも A さんだけじゃない。世の中には生まれつき一流になるような脳を備えた者がたくさんいるよ。けれどもね、そういう生まれつきの脳を持っている人間でも、自分一人だけじゃ何にもできやしない。脳のある一人の人間がその脳を生かすためには、脳のない幾十人という人間が、目に見えない力を貸しているんだよ。ここをよく考えておくれ、A さん。年寄りになると、こういう口を聞くから嫌われるんだね。と言って、与平は笑った。サブ。と、エイジは心の中で叫んだ。ああ、サブ。もう一度。お前に会いたかった。14-1もう一度歩いてみてよ。と、おのぶが言った。もったいぶらないでさ。私見ていなかったんですもの。いいでしょ?エイジは小座敷へ上がろうとしたのをやめ、狭い土間の中を2-3歩歩いてみせた。あら、まるっきり閉鎖じゃないの。閉鎖ってなんだ?兵器の閉鎖もん。知らないの?先に小座敷へ上がっていたサブが笑い、おスエも口へ手を当てて笑った。閉鎖なもんか。とエイジは言った。よく見てみろよ。
彼はまた二三歩歩いてみせた。注意してみると、彼の右足は少し引きずるようであるが、そう言われなければほとんど目につかない程度であった。オノフはその様子をうっとりしたような目で見ていて、粋なもんじゃないの、と言った。そのくらいに片足を引いて歩くなんて粋なもんだわ。そういう褒め方もあるか。嘘じゃない。本当よ。ねえ、おせっちゃん。あんたもそう思うでしょ？そうね。急に呼びかけられて、お寿恵はどぎまぎし、ちょっと首をかしげてから言った。私、生きてなくてもいいから、ちゃんと治ってもらいたいわ。あら、やだ。もうおかみさんぶってる。と言って、おのぶは睨んだ。うちの人、よその女に生きだなんて見られたくないんでしょ。やだわ、うちの人だなんて。やだわ、うちの人だなんて。おのぶは口真似ぼし、それからまたお寿恵を睨んでいった。ほっぺたが火事よ。その日は4月7日、北町奉行の仮牢から出された栄治を、サブとお寿恵が引き取ってきたところであった。栄治は仮牢に7日いた。石川島からは、再吟味ということで差し戻されたが、吟味らしいことは何もなく、5日の間仮牢に入れられた後、与力の青木又左衛門に呼び出されて、自宅へ帰る気があるかと聞かれた。下屋坂本2丁目の家主源助とサブが一緒に来て、その方を引き取りたいと願い出た。住まいも借り、商売の手がかりもついたという。奉行所としても、その方は帰宅すべきだと思うが、どうか。又左衛門はそう言った。自分がこの町奉行所にいることをサブがどうして知ったかは疑うまでもない。サブは栄治の行方を探すうちに、町周りの青木幸之進と会い、助力を頼んだという。又左衛門は幸之進の一族であり、栄治のことでは常に幸之進と連絡があったようだ。自然、石川島から町奉行へ移されたことも、サブにはすぐ知らせが行ったに相違ない。それにしても、寄せ場の出来事についての再吟味はどうなるのか。どんなに岡安喜兵衛が奔走しても、あの障害の現場は部屋の者たちが見ていたのだから、このまま沙汰なしで済ませるわけにはいかないだろう。自分の気持ちだってそれではさっぱりしない。そう思って栄治は又左衛門に問い返した。すると又左衛門は静かに首を振り、そのことは忘れてしまえ、と言った。寄せ場の人足たち104人からその方を放免するようにと嘆願書が出ている。こちらの調べでもその方を罰する事実はないということが明白になった。今その方にとって大事なことは過去の出来事を一切忘れ、真面目な職人になるという気持ちで帰宅できるかどうかということだけなのだ。と、又左衛門は言った。栄治は少し待ってもらいたいと頼み、仮牢へ戻って一日考えてみた。宝庫堂のことを思い、綿分のことを思い、目明かしのことを思った。前にはそれだけでも血が煮え立つような怒りに襲われたものだ。けれども、今はもうさして心も騒がず、怒りは小さな残り火のように記憶の底の方に消えかかっていた。彼は念を押すように、幾度も同じことを回想してみた。そうして、かつてはあれほど誓った復讐の決意も、ほとんど形を失っていることを知った。確かだろうか、と彼は自分に問いかけた。人間のことだから、この気持ちが絶対的なものだとは言えないが、今は確かだ。おそらくこのまま収まっていくだろう。そう思ったから、栄治は青木又左衛門にそのことを申し出たのであった。
奉行所では、預かっておいた英治の衣類のほかに、寄せ場で稼いで貯めた賃金を渡してくれた。それは五両二分と少しあり、英治が心積もりにしていた額よりは多かった。彼はそれを二つに分け、半分を寄せ場へ送ってくれるようにと頼んだ。長屋は間もなく建て直されると聞いたので、その費用の中へ加えてもらいたいのだ。英治がそう言うと、又左衛門はじっと彼の目を見ていてから黙ってうなずいた。引き取りに来たのはサブとお末で、坂本町の家主というのはいなかった。返された着物や帯は汚れていたし、お末が仕立て下ろしの品を持ってきていたので、下からすっかり新しいのに着替えた。その時お末が着替えに手を貸しながら、住吉へ寄って行こうと言い出したのであった。今日はほんの真似だけよ。おのぶは三人のために前ごしらえをしながら言った。この次にゆっくりお祝いをするわね。女主人は銭湯へ行ったそうで、お松という小女がおのぶの手伝いをした。女中は三人いるが、みんな通いで、四時にならなければ来ないという。膳が揃うと、おのぶもたすきや前掛けを取って三人の前に座った。先に断っておくが、と英治が言った。俺も礼は言わねえから、みんなもおめでとうは言わねえでくれ。本当のところ、俺はまだめでたくはねえんだから、頼むよ。そして彼は頭を下げた。サブとお末の顔がちょっと緊張し、おのぶはその緊張をほぐすように、とっくりを持って英治に酌をした。英治さんは、人が変わった。と、おのぶはそう言ってお末を見た。私がついさっき、もう一度歩いてみせてって言ったでしょ？元の英治さんなら、うるせえなって怒鳴りつけるに決まってた。なのに今は嫌な顔もしないし、言われる通り歩いて見せてくれたわ。千の A さんには逆立ちをしたってできることじゃなかったわ。いくら俺だって、と A 氏が言った。逆立ちで歩くような器用な真似はできやしねえさ。それより信子、いつかの縁談のことはどうなってるんだ？その話はこの次にするわ。肩がついたのかどうか、それだけでも聞かせてくれねえか。そう。と言って、おのぶはとっくりを置き、たもとから、もみの切れに包んだカミソリを出してみせた。これよ。これを出してみせるの。お末が歯の音をさせて息を吸った。するとその男、と英治が聞いた。確か、徳とか言ったな。まだ諦めねえんだな。根比べってとこね。私は負けやしないから。そう言って、おのぶは、包んだ、もみの切れを解き、カミソリを右の手に持ち直した。あの人は、酔わなければ何にもできないの。酔って絡み始めたら、これを、喉へこう当ててみせるのよ。さあ、手出しをしてごらんなさい。あんたに何かされるくらいなら自分で死んでみせるからって。危ねえからしまえよ。と英治はカミソリを指さした。そんなことでいつまでも押し通せると思うのかい？おのぶはカミソリを切れで巻き、左のたもとへしまいながら言った。私がこの家から逃げてみても、あの男の手から逃げ切ることはできやしないわ。姉さんたちが世間の六から逃げ切れなかったようにね。逃げるのはそれだけで負けたのと同じことよ。私は負けやしないから。強いのね。とお末が探索するように言った。ありがとう。おのぶは微笑した。あんたには A さんがいるからいいわ。お末ちゃんは私のような女にならないでね。信子も持てよ。と英治が
とっくりを持ちながら言った。一つだけ酌をしよう。おのぶは急に座り直して、おとなしく杯を取った。そして、英治に酌をされた杯を、両手で大事そうに支え、目をつむって、口の中で何かつぶやいてから、静かに飲んだ。つぶやいた言葉は、誰にも聞こえなかったけれども、三人はそれぞれその意味が分かったのか、ほんの短い時間ながら、三人ともしんと息を潜めたようであった。お末はまだ奉公先から暇を取っていないそうで、住吉を出ると、駿河台下にあるというお屋敷へ帰り、英治とサブの二人だけ下屋へ向かった。おら、心平だな。歩き出すとすぐにサブが言った。ノブちゃん、あれで大丈夫だろうか。大丈夫でなくったって、どうしようもねえさ。おら、思うんだが、その徳っていう男をなんとかできねえもんかな。俺のことが片付いたら、今度はノブ公の心平か。英治はそう言ってから、励ますような目でサブを見た。人のことで苦労するのはもうたくさんだ。信子は信子でやっていくさ。これからはもっと自分のことを考えろよ。そうだな。とサブはうなずいたが、そうだと同意したような顔つきではなかった。ついでだからというので、御徒町の教授屋へ回り、主人の茂三郎に会った。五十絡みの貧相な男で、干渉というのだろうか。首が少し左へ曲がっていて、早口に話しながら、その首を絶えず振る癖があった。英治っていうそうだな。いい目だ。その目はいい。気に入った。と、茂三郎は、せかせかと言った。仕事が仕えているのに、手が足りなくて困ってるんだ。しっかり頼むよ。こっちもよろしく。と、英治は頭を下げた。14-2。下屋の家は、坂本二丁目の横丁にある二階建てで、隣には蔵六という中年の夫婦が住んでいた。間取りは6畳2間に、8畳ほどの板の間。勝手に川屋がついていた。井戸はすぐ裏で、勝手には作り付けのへっついがあり、手おけから水がめ、鍋釜まで揃っていた。サブは戸棚を開けて、新しい二組の布団を見せ、一組は、お末が作ってきたものだと説明した。その二組は、唐草の湯炭に包んであり、別のところに、もう一組の布団があった。これがオラのさ、とサブは言った。A さんたちのには手もつけなかったよ。お寿恵ちゃんが来たら、オラは別になるからな。別になるって？この間取りで三人は無理だ。そう思ったから、金杉町の元の長屋に手が打ってあるんだ。なぜそんな無駄なことをした？これで十分じゃねえか。そう言おうとしたが、英治は口には出さなかった。奥の六畳には、流し鉢、タンス、茶ダンス、遺構、鏡掛けなどが並んでい、板の間には仕事道具が揃えてあった。これだけを一人でやったのか？そうじゃねえ。奥の方はお寿恵ちゃんと二人で揃えたんだ。よくそんな金があったな。怒られるかもしれねえが、とサブが謝るように言った。見てもらいてえものがあるんだ。英治は火のない流し鉢の脇に座り、落ち着かない様子でその流し鉢の縁や猫板などを撫でた。サブはタンスの小物入れの引き出しから半紙三枚を折った書き付けを取り出してきて、英治の前に座り、それを手渡した。A ちゃんから預かった金で、これだけのものを揃えた。
断りなしに勝手な真似をしてすまなかったが、品物の値段はそれにちゃんとつけてもいたよ。と、サブは言った。多分、間違いはねえと思うが、念のために見ておいてくれないか？エイジは三枚の書き付けに、ざっと目を通したが、もちろん、帳尻を見るようなつもりは全くない。彼は懐から財布を出すと、それを書き付けと一緒にサブの前へ押しやった。おめえに何もかもやってもらって、すまねえというのはこっちのこった。この財布の中には、石川島で稼いだものが入っている。わずかなもんで恥ずかしいが、取っといてくれ。埋め合わせは後でするから。埋め合わせだって？サブは、いぶかしげな目つきをした。何のことだい？まあ、いい。と、エイジは言った。晩飯に二人で、何か、うまいものでも取るとしようか。書き付けを調べるまでもなく、エイジの預けた金だけで、この家具重機が買えるわけはない。サブの金が加わっていることは、疑う余地がなかった。かっけを病んで帰郷している間、葛西の家でも相当な食いぶちを取られたであろう。その上これだけの書体道具を買い揃えたのだから、おそらくサブは財布の底をはたいたに違いない。そう思ったけれども、これまた礼を言って済むことではないから、彼は話をそらしたのであった。家主の源助と隣の増六の家、そしてまた通りを隔てた向こう三軒へ挨拶に行ってから、二人で晩飯を食べた。飯だけはサブが炊き、表通りの魚菊という仕出し屋から、汁と焼き物、刺身、酢の物などを取り、酒も二本つけた。これまでの習慣通り、二人はとっくりも杯も別々で、酌をし合ったり、杯のやりとりをするようなことはなかった。これは、俺たちの店だ。エイジは、はじめの杯をすすってから、ぐるっと家の中を見回した。この店から、俺たちは始めるんだ。サブ、しっかりやろうぜ。できるだけ、お荷物にならねえようにするから。と言って、サブは頭を下げた。よろしく頼むよ。姉ちゃん、バカなことを言うな。と叱りつけようとしたが、エイジは自分を制して言った。おたげ様だ。俺もよろしく頼むぜ。ようやくここまで来た。サブは酒をすすって言った。そのうちに二人で店を持とうって、いつかエイちゃんに言われてから、俺は夢にまで見たけれども。それが本当のことになろうとは思わなかった。ああ、今、嬉しいような、おっかねえような心持ちだよ。俺だって同じこった。世の中は甘くはねえ。せっかくこうして店を持っても、うまくやっていけるかどうかはわからねえからな。考えてみりゃ、俺だっておっかなくなるぜ。サブは、怯えでもしたように、目を見張ってエイジを見た。そんなことがあるもんか。サブはムキになって言い返した。姉ちゃんだけの腕があれば、どこへ出たって押しも押されもしやしね。そんな弱気なことを言うなんて、てんで姉ちゃんらしくもねえや。そう思ってくれるのはおめえだけだ。と、エイジは真面目に言った。おら、足掛け三年も仕事をしなかった。以前のような腕にいつ戻れるか。正直に言って自分でも見当がつかねえ。ただ、今の俺にとっては、おめえがそばにいてくれるというだけが大きな頼みだ。これだけは忘れないでくれな、サブ。そんなことを言われるからじゃねえ。おら、今でもトンまでぐずで飲むなしなんだ。けれども、と、サブはきっと目を上げていった。もし、姉ちゃんの役に立つんなら、ほら、どんなことでもするよ。14-3。生きり立っちゃったな。英二は苦笑いをして、
その場の空気をほぐすように、箸を取りながら、明るい調子で言った。二人だけで食う初めての飯だ。肩の張るような話はやめて、賑やかにやろうぜ。酒をもう一本ずつやるか？これでよそう。仕事の目処がつくまでは、飲みたくってもう一本。できることなら、飲まずに通すつもりなんだ。そう言ってから彼は照れたように、額の脇を指でこすった。また行きまいちゃうな。どうも行けねえ。シャバへ出てきたんですっかり戸惑っちゃったようだぜ。すぐに落ち着くよ。とサブが心配そうに言った。二三日はしょうがねえさ。あくる日、エイジはサブに連れられて、金杉三丁目へ行き、お末の父親に会った。筆屋は小さな店で小僧が一人。平蔵は妻を亡くして長いこと一人暮らしだという。お末とは顔も体つきも全く似ていないが、口の重い温厚そうな人柄で、もう50を越したように老けて見えるのに、年は45歳だと言った。ええ、一人娘ですよ。と平蔵は休みなしにタバコをふかしながら言った。一人娘ですがご心配はいりません。あっしは足でやっていきます。女っていうものは年頃になる途端に親から離れちまうもんです。親のそばにいるうちは一人前の女にはなれないようです。お末が13になった年、平蔵が彼女を呼んで叱ろうとした。その頃は、妻女もまだ生きていて、一人娘のお末を大事にし、わがままいっぱいに育てた。だが、13にもなれば、そろそろしつけもしなければならないと思い、何が原因だったか忘れたけれども、小言を言おうとして呼んだ。すると、お末は、はい、と言って立ってきた。はい、というその声と調子とは、昨日までのお末のものではなかった。あっしは、お袋に物をねだったり、だだをこねたりしていた声ではないんです。と、平蔵は静かに続けた。なんて言いますかな。まあ、一口に言うと、小娘から女になった声といったようなものでしょう。親のあっしたちとは、もう縁が切れたなと、あっしはその時思いました。その時期が来れば、娘たちは知らないうちに、親から離れる準備ができるものだ。あっしはその時もうお末は、自分たちの娘ではねえと思った。と言い、そこで平蔵は、むっつりと黙り込んだ。祝言についての打ち合わせを済ませ、筆屋の店を出て、ほんの一丁ばかり行くと、晴れている空から雨が降ってきた。見上げると青い空に白とネズミ色の雲が重なり合い、一塊の黒い雨雲が南の方から速い速度で広がりつつあった。夕立が来そうだな。と英治がその雨雲を見ながら言った。急ごうか。それよりオラの家へ寄ろう。お前の家だって？オラが手を打っといたうちよ。とサブが言った。そこの路地の中だ。ドブ板に気をつけてくんな。右側が田んぼで、その向こうに上野の丘と森が見えた。たえ引く水だろう。細い流れにひとまたぎの橋があり、それを渡って左側にある八百屋の角を路地へと入った。この辺りは火事もないのか。両側から日差しの触れ合うような長屋は古く、軒も柱もかしがっているし、どぶ板から溢れる汚水が異様な周期を路地いっぱいに振りまいていた。ひでえところだなぁ。と英治が思わず顔をしかめたとき、雨がぶちまけるようなひどい降りになり、サブは長屋の一軒へ飛び込んだ。いるかい？おせいちゃん。
彼は障子の向こうへ呼びかけながら、栄一に手招きをした。おせいちゃん、オラだ、サブだよ。返事がして、障子が開いた。栄一も軒先では濡れるので、やむを得ず狭い土間へ入った。障子を開けたのは、16か7になる娘で、サブを見ると大きく目を見張った。まあ、珍しい。娘はウキウキと言った。僕いらしたわね。お連れ様ですか？ああ。サブは不器用な曖昧さで笑った。夕立ちになったんでね。ちょっと家へ寄って雨やみをしようと思ったんだよ。鍵ですか？と言って立とうとしたが、娘は膝をついたまま、サブとエイジを見た。雨宿りならここでもいいでしょ。あちらは締め切りでカビ臭いでしょうから。でも、ご病人に悪いからね。父にご遠慮はいりません。今お茶でも入れますから。と言って娘は栄治にも微笑みかけた。あなたもどうぞ、ちょっとおかけくださいまし。栄治は黙って会釈をし、娘は立っていった。ここにいた時の知り合いなんだ。サブは囁いた。元お侍だったそうでね。親御さんは長く寝たっきり。おせいちゃんっていう今の娘さんが内職をして養ってるんだ。通りで人柄が違うと思ったよ。そう言いながら栄治はサブを見た時の娘のびっくりしたように大きく見張った涼しい目や話しかける口ぶりのウキウキした調子などが、サブに対する娘の感情をあからさまに表しているように思えた。器量よしだなぁ、と英治が囁いた。年はいくつくれだ？サブは指を折ってみて言った。ちょうど16だな。まだ子供なんだよ。14-4出がらしです、と言って差し出された茶は、言葉通り出がらしだったし、舌を焦がすほど熱く入れてあった。英治とサブは、上がりがまちに腰をかけ、娘は、急がれているものですから、と断って、広げてある縫い物を取り上げた。こちらが、娘は、針を紙で擦りながら、英治とサブを当分に見て聞いた。A さんとおっしゃるんじゃないんですか？そうなんだよ、とサブが答えた。どうしてわかった？まぐれあたりよ、と娘が言った。サブロさんの話は A さんのことばかりだったでしょ？寝ている父にまで A さんの自慢話だったんですもの。だから私すぐにそうじゃないかなって思ったのよ。大げさなんだよ。サブは A 字に向かってはにかみ笑いをした。そんなに自慢話なんかしやしなかった。本当だよ。サブがいろいろお世話になったんでしょう。と A 字は娘に言った。足からも、お礼を申し上げます。いいえ、お世話になったのは私たち親子の方なんです。娘は針の手を止めていった。私たち、サブローさんがいなければここから追い出されるところだったんです。サブは面食らって、とんでもねえ、おせいちゃんは何でも大げさだから困る。などとどもりながら言い、自分の声の高いのに気づいて、口を手で塞いだ。お父さんの病気は長いのか？と英治が聞き、娘はせっせと針を進めながら語った。父親は長沼富樫と言い、年は57歳になる。祖父の代までは微禄の御家人で、本所の方の小屋敷に住んでいたらしい。父が家督をし、祖父が亡くなると間もなく、小普請組のうち10年無役の者が召し放しになった。
お上の勝手元の都合によるもので、50両という金をもらい、小屋敷を出なければならなかった。浪人した富樫は、料理屋の女中だった女と結婚し、寺子屋のようなことをして、つましく暮らしていた。その間、幾度となく住まいを移し、妻は三人の子を産んだが、上の二人は生まれると間もなく死に、三人目のお姓だけが丈夫に育った。生まれたのは深川のどことかで、それから神田の柳原、一時は日本橋にも住んだことがある。はっきり覚えているのは、下屋のおなり道の助け棚という長屋にいた時のことで、お姓は五歳だったが、母親は夫と娘を捨てて出奔した。富樫は浪人するときにもらった50両を万一の場合に備えて隠しておき、どうしても必要に迫られたときだけ、ちびちびと出して使っていた。生活はごくつましかったので、その残りはまだ30両以上もあった。それを妻が発見し、出奔するときに残らず持って行ってしまった。皮肉なことではあるが、富樫が万一の場合にと大事にしていた金が持ち去られた後、間もなくその万一の場合がやってきた。富樫はその年の冬、急に手足の関節が病み始めて、寺子屋で教えることもできず、寝たっきりで心吟するようになった。はじめのうちは教え子の親たちに頼んだり、相長屋の人たちの情けで食いつないだが、そんなことが続くわけはなく、一年と経たないうちに、体よく長屋を追い出された。どうしようもない。富樫は恥を忍んで、長沼の本家へ泣き込み、そこで三年の間暮らした。本家の長沼は200石余りの小旗本で、麹町に屋敷があった。家族が多いので生活も苦しかったのだろう。富樫親子は物置のようなところへ入れられ、乞食同様に扱われた。それでも、飢え死にをするよりはマシだ、と富樫は言っていたが、お姓は三年目にここを出ようと泣いて父を口説いた。本家の末っ子で15歳になる男の子が、お姓にいたずらを仕掛けるのである。父に告げればどんな騒ぎになるかもしれない。9歳の知恵でそう判断し、理由は言わずにせがみ続けた。そうして麹町の家を出、本所の成平というところから、浅草の山屋、新鳥越、また本所へ戻った。清水町と移り歩いた。この間に富樫の病気が一時軽快し、清水町にいた2年ほどは、細々ながら寺子屋を開くことができた。私、父よりも母に似ているらしいんです。と言って娘は微笑した。父はおとなしい一方でしょ？母のことはほんのうろ覚えなんですけれど、父の話やなんか思い合わせると気の強いハキハキした、どっちかというと派手好きな性分だったようですわ。本所清水町で寺子屋を始めたのもお姓が父に勧めたのだし、2年そこそこで病気が再発してもおやめなさいとは言わなかった。お姓は麹町を出てから行く先々で子守や走り遣いをし、時には長屋の狭い土間へ、駄菓子の箱を並べたりした。そうしながら一方では、縫い物の上手な人がいれば、無理に頼んで教えてもらった。どこの町内にもそういう人はいるもので、15の年には、もう絹物が扱えるようになった。ごめんなさい、こんな勝手な長話をして。と言って娘は、2人に微笑んだ。父がまた倒れ、それから間もなくここへ移ってきましたの。
ここなら知っている人はいませんから、年を隠してもわからないでしょ。去年の3月に来たとき、私18だって言ったんです。その方がいいお仕事ももらえるし、下手賃もね。そして、いたずらっぽく首をすくめてみせた。エイジはもう一度、お父さんの病気は?と聞き直した。娘はあっさりした口ぶりで、傷んできたら温めるだけで、その他に治療法はないそうです。と答えた。父親に愛情を持っていないというのではなく、それがそうであるなら、どうしようもないと言った風な、さっぱりと割り切った調子であった。やがて、雨が上がり、二人は礼を述べて外へ出た。今の夕立の名残で、道の上には水たまりができ、道の両端にある溝は溢れるほどの流れになっていた。くたびれやしないかい?と、サブがエイジに聞いた。しっかりした娘だな。エイジはほとんど目につかないくらいに、片足を引きずりながら言った。あの身の上話なんかも、無駄がなくて容量がいい。頭が切れるんだな。オイラがあの長屋入ったのは10月で、12月には坂本の家を借りたから、本当に付き合ったのは85、6日なんだが、とサブはいつものしたったる調子で言った。その間に今の身の上話を10回くらいも聞いたよ。おめえ何をしてやったんだ?店賃が溜まって、追い立てを食ってたんだ。サブは照れくさそうに頭へ手をやった。俺がよっぽどお人よしに見えたんだろう。度胸がいいっていうのかな。サハイを連れてオラのとこへやってきたんだ。この人が払ってくれる。この人は私のいとこだって。エイジは口を開いてサブを見た。そうなんだ。この人は私のいとこだってさ。サブはそこでたるんだように笑った。ほら、口が聞けなかった。エイジには、その場のありさまが目に見えるように思えた。しっかりした、そして頭の切れる娘だ。けれどもそれだけではない。引っ越してきたサブを見たときすぐに、この人なら頼みになると思ったに相違ない。それは、頭が切れるというのとは全く別な女の本能的な直感であろう。5つの年から10年以上も、貧しさと世間の非情に揉まれてきて、初めて頼みになる人だという相手に巡り合ったのだ。サブを見た時のあのびっくりしたような大きく見張った目や、その後の話しぶりなどにそのことが現れていた。あの娘は、店賃を払ってもらうという、ずる賢さだけではなく、本能的に自分の一生を任せてもいい人ということを感じていたのに違いない。そうでないとしたら、麹町の本家で男の恐ろしさを嫌というほど経験したのに、サブにだけそんな向こう見ずなことができるはずはない、とエイジは思った。いくたび聞いても、とサブは話していた。あの身の上話は面白いんだ。話が面白いというよりも、話しぶりが面白いのかな。あの通りまだ子供だろ?姉ちゃん、まだ年齢のくせに大人っぽい話をするんだ。それが何とも言えず面白いんだよ。本当だぜ。いい神さんになるぜ。と言ってから、エイジは急に話をそらした。16だって聞いたが、年よりずっと上に見えるな。苦労したからな。金杉から坂本町までは人またぎである。夕立の後で道は往来する人や荷馬、カゴなどで混雑していた。その中に夫婦連れの雨売りがいて、女が鐘と太鼓を叩き、男がみだらな歌を歌い、往来の激しい通りを稲妻型に踊り歩いていた。
男は痩せて四十五六。女は男の場合もあるかと見えるほど肥えて、年も男より五つ六つは上だろう。額の抜け上がった顔を真っ白に塗り、両頬に赤く大きな丸が入れてあった。松蔵じゃねえか？もっとい作りの松蔵だ。英二はそう思い、横目で男の顔をよく見た。無論松蔵ではなかったが、双子の兄弟と言ってもいいほどよく似ていた。ああいう暮らしもあるんだな、とサブが悲しげに言った。どんな気持ちだろう。車が来るぜ、と英二は言った。坂本町の家へ帰ると、隣の夫婦が喧嘩をしていた。亭主の蔵六はどこかの呉服屋の通い番頭。女房は元その店の女中頭をしていたそうで、サブが移ってきた時から毎日のように喧嘩をしていたという。物音なども立てないし、叫ぶとか怒鳴るなどということもない。だが、トゲのある低い声でお互いに罵り合っているのを聞くと、力ずくの喧嘩よりもすごいようなものが感じられた。ああいう夫婦もあるんだぜ、と英二がサブに言った。どんな気持ちだと思う？14-5。4月の21日に、英二とお寿恵は祝言をした。寄せ場の休みの日を選んだので、石川島からは、小頭の伝七と、与平、万吉、赤鬼の松田権蔵ら、四人が来た。彼らは、炭取りとか、中納、目音橋、箱膳、一旦の晒しなどに、洗い上げた浴衣が三枚、という祝い物を並べた。この古浴衣は、俺の志だ。松田が怒ったように言った。こんなもの、クソの役にも立たねえと思うだろうが。もしそんな風に思うなら、すっとこどっこいのボケナス野郎のおけら頭だ。相変わらずだなと思いながら、英二は微笑したが、お寿恵は怯えたような目をしていた。松田はそのお寿恵に向かって、ちょっとここへおいでと手招きをした。おめえさんは知るめえがな。と松田は座り直して、しかつめらしく言った。生まれたての赤ん坊の肌着やおしめには、新しい切れ字を使うもんじゃねえ。幾十たびとなく洗い抜いて柔らかくなった木綿を使うんだ。赤ん坊の肌なんてものはおめえさん。まるっきりつきたての餅も同様だからな。ちょっと手荒に扱ってもすぐにひっちゃぶけちゃうもんなんだ。万吉、何がおかしいんだい？いや、おかしかねえが。と万吉は笑いをこらえながら言った。まだ婚礼もしねえのに赤ん坊の講釈早いだろう。見なよ、お寿恵さんは恥ずかしさに身を縮めてるぜ。戻ったってべらぼめ、今夜から一緒に寝るんだろ？と言って、松田は慌てて話をそらした。だからよ、その、あれだ。俺たちはいつまた来られるか分かりゃしねえだろ。だから話すのは今だと思ったんだ。悪かったら謝るよ。ありがとう、松田さん。と、英二は頭を下げながら言った。何よりの祝いもんだ。皆さんにもいちいち礼は言いません。ありがたくいただきます。万吉が面食らったように、どういたしまして？と答え、みんなが笑い出した。隣の蔵六の妻と差配の妻が手伝いに来て、前後しらいや酒の支度を引き受けていた。金杉の平蔵は、こういうことは嫌いだそうで、三軒ほどある親類も呼ばず、日の暮れ方になって一人で来た。サブは英二に、せめて元の兄弟子たち二三人ぐらいは呼ぼうと勧めたが、
レイジは固く拒み、与平さんが親代わり、おめえが親類代わりだと主張したし、形式だけでも仲人というのも承知しなかった。仲人があって知り合ったならともかく、とエイジは言った。俺たちはおたげ同士で知り合い、おたげ同士で一緒になろうと決めたんだ。式だけの仲人なんて、そんなごまかしはまっぴらだ。それはそうだろうが、世間ってものもあるし。とサブは、吐息をつきながら言った。行く先何かあった場合にも、中に立つ人がいた方がよかねえかと思うんだが。おめえがいるじゃねえか。エイジはサブに指を向けて言った。俺にも、おすえにも、サブっていう相談相手がいるだけで十分だよ。サブは照れくさそうな、けれども深い感動を目にたたえながら、エイちゃん。と口の中で呼びかけた。それは昨日のことだったが、今日は朝からサブは一人で内外を駆け回り、寄せ場から四人が来ると、すぐに膳を並べたり、酒を運んだりした。お前は今日は主人役なんだから、雑用は任せて座っていろ、と幾度か鋭治に言われたが、そんな晴れがましい真似は苦手だ。とか、肩が凝ってダメだ。などと言って少しも落ち着かなかった。平蔵は、それでも門付き墓まで、一生入りの角だるを二つ、酒屋の男に持たせて現れた。お末は、紬島の着物に厚板の帯、足袋も履かない普段同様の着付けだし、レイジも木綿島の着物に三尺帯という格好だった。エイジが平蔵に、寄せ場の人たち一人一人を自分の恩人だと言って引き合わせると、平蔵はその度に礼を述べ、丁寧に挨拶をした。寄せ場の者と聞いても嫌な様子は決して見せなかったし、言葉数こそ少なかったが、挨拶の仕方も極めて尋常だった。祝言と言っても、ざっとしたものであった。二人が並んで座り、もらったばかりの箱膳を三宝の代わりに、三三九度の杯を交わしただけである。杯は与平の持ってきた瓦家で、酒は勘どくりを使った。杯が終わると、お末は窮地に立ち、英治は下の方へ下がって座った。おかげさまで無事に、固めの杯ができました。ありがとうございます。英治は両手をついていった。ご覧の通り、足たちはすっぱだかです。祝っていただいてもお返しはできません。サブとお末と足と三人、すっぱだかで仕事に取り付きます。楽でねえことはお末もわかってくれるでしょうが。足は寄せ場で辛抱ということを教えられました。五年や十年は冷や飯を食っても辛抱し、きっと人並みの店を持つ覚悟です。どうか見ていてもらいたいと、珍しく力んだ口ぶりで結んだ。俺がご祝儀をやろう。と万吉が酔いの出た赤い顔で言った。いけねえかな、松田さん。高砂屋だよ。松田権蔵が目を向いた。なんだと？おめえそんな芸当ができるのか？芸当たいてえな。やっておくれ。と与平が言った。それで今夜のおめでたが閉まるよ。万吉は歌い始めた。14-6万吉はいい声だったが、明らかに木遣りの声であったし、節回しも木遣りそのままであった。元が飛びのものだから自然とそうなるのだろう。月もろともに出で船の、というところまで来ると、自分で急に笑い出し、
額を二つ三つ叩きながら、体をゆすってゲラゲラと笑いこけた。てめえで笑ってりゃ世話ねえや、このすっとこどっこい。と松田が怒鳴った。せっかく無事に収まるところ、てめえのおかげで茶番になっちまったぞ。そんなことはないよ、松田さん。と栄治が言った。本式にやってもらうより、たとえ下手でも祝ってやろうという友達の気持ちの方がよっぽどありがたい。万さん、ありがとうよ。さあ、松田さん。と与兵がとっくりを取って差し出した。今夜は格別だ。たまには上下を脱いで酔いませんか。上下だと？松田はまた目を向いた。それが松田さんの上下だ。と伝七が何か食べながら言った。あんたは自分の気性の優しいのを隠すためにわざと乱暴な口を聞きなさる。私どもにはもうわかっているんだから、そう無理をなさることはねえですよ。人を舐めるな！と松田は怒鳴った。貴様たちクソ野郎どもに、俺がどんな気持ちでいるかわかるもんか。彼の顔は赤黒くなった。それは例の悪魔の始まる前兆なのだが、その時は逆に目を伏せて口をつぐみ、いかにも自分を持て余したというふうに、せかせかと酒を飲み続けた。寄せ場には刻限がある。今日は特別に許しを受けてきたというが、七時になったと聞くと与兵が、お開きにしよう、と言って杯を伏せた。栄治は与兵に話すことがあった。寄せ場を出てここへ来てくれ。親子として一緒に暮らそうと。けれども栄治は言い出さなかった。それはこっちから寄せ場へ行って二人だけで話すことだと思ったからである。やがて四人が立ち上がり、平蔵も立ち上がった。平蔵が立ち上がった時、みんなはびっくりしたように彼を見た。平蔵がそれまでそこにいたということをみんながすっかり忘れてしまったほど、彼は口も聞かず、笑いもしなかったのである。栄治とお末とサブとでみんなを表通りまで見送った。幸せにやってくれよ、な。別れるときに松田が言った。おかみさんはお末さんとか言ったな。もしこの野郎が不実なことでもしやがったら、いいからすぐさま俺んとこへねじ込んできてくれ。いいな。そうすれば、俺がすぐさま野郎に賞をつけてやるから。どうか、幸せにやってくれ。と繰り返しながら、松田権蔵は、だらしなく涙をこぼした。へえ、驚いた。万吉が言った。鬼の目にも涙ってな、嘘じゃなかったんだな。何を抜かすクソ野郎。鬼は鬼でもただの鬼じゃねえ。赤鬼様だぞ。松田は涙と水花を横撫でにしながら万吉の肩にもたれかかった。ああ、やった。肩を貸せ、このカボチャ野郎。その時、平蔵と与兵の姿はもう見えなかった。三人が家へ帰り、お末が隣の妻女と差配の妻女とで後片付けにかかると、栄治はサブと向かい合って座り、酒の残っているとっくりを集めて飲み出した。二人とも強い方ではない。サブは量だけは多くなったようだが、相変わらず酔わない酒であった。一遍だけ礼を言わせてくれ。栄治が両手を膝について頭を下げた。ありがとうよ、サブ。本当にありがとう。サブは片手を額のところで振ったが、口では何も言わなかった。
俺たち二人組んで。と言って英二はうつむいた。しっかりやろうぜ。サブは何か言おうとしてうまく言葉が出てこないのをもどかしそうに首を振ったり口をもぐもぐさせたりした。おら、その、とサブが言った。おらもそろそろお開きにしようと思うんだが。バカなこと言うな。おめえは泊まってゆくに決まってるじゃねえか。飲めよ。うん、とサブは言った。じゃあ、あとこれ一本だけ。手伝いに来た二人の妻女を送り出して、お末が手を拭きながら、エイジのそばへ座った。お末さん、申し訳ねえ。とサブが回らない舌でお辞儀をしながら言った。もっと早く吹けるつもりだったけれど、つい長いをしちまった。この分だと俺はやっぱり二人のお荷物になりそうだ。こっちは飲み明かしだ。とエイジはお末に言った。おめえ疲れてるだろう。いいから先に寝ちまいな。だって、エイさん。二人きりの方がいいんだ。と言って、エイジは目配せをした。おめえには明日があるんだ。寝ろったら寝ろよ。お末は、エイジの言うことを目で確かめてから、サブに言葉をかけて立っていった。飲み明かしだと言ったが、エイジはもう、酒の匂いを嗅ぐのも嫌になっていたし、酔わない酒のサブがすっかり酔って体は不安定にグラグラするし、ろれつが回らなくなってしまった。もう寝るか、サブ。と、やがてエイジが言った。おめえ、起きているのが辛そうだぜ。そう言いながら振り向くと、半分開けてある、からかみの間から、隣の六畳で、お末の着替えている姿が見えた。着物を脱ぎ、寝巻きを引っ掛けたところで、滑らかに引き締まった小さな肩と、くびれた裸の脇腹とが、驚くほど新鮮に生めかしく感じられた。ほら、ダメなやつだ。サブはそう言って、横に転がった。ほら、一生、半端もんだ。15-1 英二はサブの仕事の手伝いから始めた。よくって中どころの襖、大抵は長屋用のからかみであり、時に表通りの商家や囲い物の家の障子の張り替えなどもやった。足掛け3年遊ばせていた腕の鉛を、そういう出し事から始めて取り返そうと思ったのだ。こんな仕事はいいよ。とサブは決まり文句のように言った。A ちゃんなんかにはもったいない。俺一人で片付けるよ。いいったら。A 氏はいつもうるさそうに答えた。心配するなよ。サブは金杉の家へ移り、朝8時に来て、夜鍋がなければ晩飯を食べて帰った。夜鍋をするほど仕事は多くなかったし、御徒町の教授屋にもあまり仕事はなかった。はじめに俗っぽい大福の表具を頼まれたとき、まだ腕がなまっていて表具はできないと断ったのが悪かったらしい。宝庫堂の名を鼻にかけていると思われたようで、それまでサブに回していた仕事まで減らされてしまった。大丈夫だよ。心配することはねえよ。とサブは繰り返し言った。小船町だって夏場は暇だった。毎年こんな風だったじゃねえか。
鈴風が吹き出せば忙しくなるよ。おら、心配なんかしてやしね。そう言って英二は笑った。なんだって初めからトントン拍子に行くもんじゃねえさ。おめえは苦労症だな。これなら寄せ場の方が良かった。はるかに良かったと言ってもいい。食う心配はなし。仕事はいつもあるし、賃金ももらえるし、病気になればただで治療も受けられる。寄せ場から出たがらねえものが少なくねえな、当然だな。と英二は密かに思った。彼らの生活を見て、これは飼い殺しだと思ったこともあるが、今妻を持ち、小さいながら自分たちの店を持って、一日一日生きていくということの息苦しい困難さにぶつかってみると、改めて寄せ場で聞いた言葉の意味がわかるように思えた。ここじゃ一つの仕事を幾十人かで奪い合わなければならねえ。と英二は思った。この職に限らず、その仕事を自分のものにするには、誰にも負けねえ腕を持たなくてはいけねえし、それでもちょっと油断をすれば、横から人に取られてしまう。まるで一匹の餌食を奪い合う狼の群れのようだ。手間賃の安いのを厭わず、注文があればどんな仕事でもしたし、注文のない時には、長屋用のからかみを作って売り物に出したりしたが、それでも8月に入ると、持っていたわずかな蓄えさえ底をついてしまった。こんなことを言うと、人手なしのようだけれど、とある時サブがつぶやいた。大きな火事でもあってくれたら、少しは息がつけるんだがな。大火事があるとすりゃ、と英二が言った。真っ先にこの家が焼けるだろう。うんふんというのはそんなもんさ。おかしなことを考えるより、海苔の仕込みを大事にしてくれよ。お寿恵はよくやっていた。はじめから神女隊などという色めいた華やかな気分はまるでなかった。火事の手が明けばすぐに仕事場へ出て、こまめに英二の手助けをした。綿分の後で奉公に行った先も、日本橋通り二丁目の大きな商家で、やはり上女中をしていたというから、鉄間先もきれいにほっそりしていたが、その手もたちまち荒れ、節々も高くなるばかりであった。五十日余りは新妻らしく言っていた髪も、髪結賃と糸間が惜しいため、いつか束ね髪で済ますようになり、もちろん紅おしろいなどつけることもなくなっていた。あんまり早く初対じ見るなよ。英二は何度かそう言おうとしたが、女房としての一日のせわしさを見ていると、口に出して言うことはできなかった。飯は朝の9時と夕方6時、どっちも3人で一緒に食べていたが、8月中旬頃からお寿恵が欠け、やがてサブも晩飯を食べなくなった。金杉の家で、お寿恵が支度をして待っているからというのであった。お寿恵は後で一人で食べると言い、狭い勝手でそこそこに片付けるらしい。英二はそれを疑いもしなかったが、サブは金杉の方の屋台店で安いぶっかけ飯を食べ、お寿恵は残った飯を雑炊やかゆに伸ばし、おかずも生味噌か塩を舐めて済ましていた。一口に言えば、そうして食事を詰めなければならないほど、家計は苦しくなっていたのだ。英二は、兵具の腕を取り返すために、毎夜遅くまで仕事場で粘った。お寿恵もそばにつきっきりで、かやりを焚いたり、汗になった英二をうちわで仰いだり、手ぬぐいを水で絞ってきたりした。サブの長屋にお寿恵っていう娘がいるんだ。と英二があるよ、お寿恵に言った。まだ16だそうだがね、どうやらサブに惚れ込んでいるらしいよ。じゃあ、その人ですね。
晩飯を作って待っているっていうのは。エイジはうなずいた。サブは相手を子供だと思ってまるっきり気がつかねえらしいが、この娘はもう立派な大人だ。5歳の時から苦労の指導士で、今でも寝たっきりの父親を養っているんだからな。おめえもいつか行ってみておいてくれ。私がですか？おめえがさ、とエイジは微笑した。俺にゃ、サブの嫁にうってつけだと思うんだ。15-2、9月になり、合わせに着替えてからしばらくしても、お末が一重のままでいるのにエイジは気づいた。細かい木綿地まで浴衣ではないが、夏中ずっと着ていたものであった。一重じゃありません。合わせですよ。そら、と言って、お末は裾を返してみせた。ね、ちゃんと裏があるでしょ？私この柄が好きだから縫い直したんです。鱗崩しの合わせがあったろう。これはあの方が好きだがな。あれは隣のおぶんさんにあげました。隣のおぶんさんって？おかみさんよ。とお末が低い声で言った。ご亭主の増六さんは通い番頭をしていた店が潰れ、その後ずっと担ぎ呉服をしてるんですって。だが、商売はうまくゆかず、この頃はおぶんの賃仕事で、ようやくその日をしのぐありさまであり、夫婦の持ち物は皆売り払うか、質草になって、一枚の合わせを作ることもできない。そう聞いたので、鱗崩しの着物をおぶんにやったのだと、お末は言った。それで頼まれたんだけれど、あんた怒るかしら？ちょっとそっちの端を押さえててくれ。エイジはハケで糊を鳴らしながら言った。きっちり押さえるんだ。そう。お末は言われた通り、髪の一端を両手で押さえたまま、エイジを上目遣いに見た。あんた怒るかしら？何を頼まれたんだ？仕立て物の手伝いなの。と、お末は、さりげない口ぶりで言った。今、注文が多くておぶんさん一人では間に合わないんですって。断れば後の仕事がもらえないから、注文されただけは片付けたいって言うのよ。つまり、それを手伝おうってわけか？いけないかしら。白状かもしれねえが、よした方がいいな。ハケを使いながら、エイジが言った。おめえはうちの仕事だけで手一杯だ。朝から晩まで働き詰めで、うたた寝をする暇さえねえじゃねえか。知ってるぜ？あら、やだ。そんなに働くもんですか。楽すぎるくらいよ。そして初めて、甘ったれたような鼻声を出した。ねえ、いいでしょ？うちのことはちゃんとしますから。今の話が本当で、おめえがそうしたいって言うんなら、とエイジが自分の手元を見つめながら言った。体に無理をしねえようにやったらいいだろう。行灯の油が少なくなったぜ。はい。と言ってお末は立った。明日すぐにそう言うわ。おぶんさんきっと喜んでよ。隣の家の内情は何も知らなかった。増六がどこの店へ勤めていたかも、その店が潰れたかどうかも、そしてその後本当に担ぎ呉服をしているかどうかも、その夜お末から初めて聞いたことだ。世間が一般にひどい不景気で、日本橋の大きな問屋筋でも倒産した店が少なくないという話だし、町を歩けば店じめにつき投げ売りとか、閉めた店の大戸に貼った売り家の字などが目につかないことはなかった。この横丁の左右にも幾筋かの路地があり、古い長屋がびっしり並んでいる。住民たちの多くはその日稼ぎで、子供でも七つか八つになれば何かしら働いて
家計を助けなければならないようだ。いつか裏の井戸端でお末が洗濯をしていたら、赤子を背負った8歳くらいの女の子が来て、お末の洗ったものを絞ってくれた。さすがに女の子だと思い、礼を言ってから菓子を包んでやると、菓子はいらないから駄賃をくれ、と言って手を出したそうである。そしてその後でも似たようなことにしばしば会い、世の中にはこういう暮らしもあるのね、とお末はため息をついたものであった。隣の女房のために仕立て物の手伝いをしてやりたいとお末が言い出したとき、英治はすぐに、俺たちもとうとうそこまで来たか、と思った。注文仕事が少ない上に、売り物に作った30枚ばかりの襖やからかみは、仕事場の隅に立てかけたまま埃をかぶっている。涼風が立つようになったらという希望も、すでにその季節になった今、ほとんどお先真っ暗という他はなかった。どんなに困っても、女房に稼がせるようになっては男はおしまいだ。奉公堂にいた頃、親方の吉兵衛はよくそう言ったものだ。その通りだと英治も思う。現に小舟町の周りにも、女房がよく稼ぎ、亭主がのらくらしているという家が幾軒かあり、それが一時はうまくいくように見えながら、いつかしら、所帯じまいをしたり、夜逃げをしたりするのが決まりのようであった。ここでお末に賃仕事などをさせてはダメだ。俺のこの腕で切り抜けなければ仕事は決して本物にはならねえぞ。英治はそう思ったけれども、明日の米代にも困っている様子がわかるので、歯を食いしばる思いで寄せというのを我慢していた。そのちょっと前からサブはどこかへ手伝い仕事に出かけ始めた。ぜひと頼まれたもんで、と弁解するように言うだけで、どこへどんな仕事をしに行くかは、口を濁して語らなかったが、二三日するとやってきて、お末に幾ばくかの銭をそっと渡すのである。銭か物かは安全としないが、英治は多分銭だろうと思い、けれどそれを見もしないし、確かめようともしなかった。大手絡めてだな、と英治はつぶやいた。挟み撃ちと来られちゃうかなわねえ。これじゃ息が詰まっちまう。二人は英治に気づかれないようにして、この急場をしのごうとしているのだ。けれども、気づかれないようにという彼らの心遣いは、実際にしてもらっていることよりも、英治にとっては大きな重荷に感じられた。10月になったある日、銭湯へ出かけた英治は、湯から出ると家へは帰らず、濡れ手ぬぐいを畳んで持ったまま歩き出した。どこへ行くというあてもない。二丁目の通りを裏へ抜け、曲がり曲がり行くと、入屋の田んぼ道へ出る。多くはもう刈りたで、黒い土に切り株の並んだのが、細い道の右にも左にも開けていい。カラスかと思える黒い鳥が舞い降りたり、急に飛び立ったりしていた。じいさんを呼ぶなんて、お笑い草だったな。と彼は歩きながらつぶやいた。親代わりだなんて言って、もしも呼び寄せていたとしたら、傭兵さんにまで苦労させるところだったぜ。冬に入った空はよく晴れていた。寺の多い浅草寺内にかかると、それらの土塀や白壁が日光をいっぱいに浴びて眩しいほど明るく、その明るさは英治の頼りない気持ちを一層暗くするばかりだった。もう帰らなくちゃいけねえな、と彼はつぶやいた。お末の奴が心配しているだろう。だが蹴るのは嫌だな。後ろから話しながら来る二人の男の声がした。二
不思議な男ですよ、あの幻想というのはな。と、一人が言っていた。何かしようと思うと、必ずそれより先にしなければならないことを思い出すんだそうです。あれは忙しい男だ。部屋の真ん中にすずりが置いてあります。と先の男が続けた。あれはね、すずりを洗おうとして立ったところ、ふとそこで薪を割らなければならないことに気がついたんですな。そこですずりをそこへ置いて薪割りに行った。薪割りが済むと何かまた用を思い出す。お勤めだとか時だとか、まあいろいろあるでしょう。檀家の客があるとか、本堂へ呼ばれるとかね。この間、幾度もすずりを洗おうとするが、その度ごと、他に急ぎの用があるのを思い出すというわけです。連れの男が言った。あんな忙しい男は見たこともない。そのうちにですね、部屋の真ん中にすずりが置いてあるのが、ごく自然に見えてきたんだそうですな。と、先の男が言った。そうなるともう動かせない。すずりは他のを使って、あれは、あのままにしておくよりしようがないんだそうです。二人が後ろから来て追い越して行くのを見ると、どちらも中年の僧であった。のんきなもんだ。生きる苦労なんか爪の先ほども知らないんだろう。と英二は心の中でつぶやいた。小さい頃聞いたのだが、アリを一匹殺すのは、坊主千人を殺すのと同じだという俗言があった。つまり、僧が生産者ではなく、極潰しだという意味だろう。貧しい人たちの怒りのこもった言葉のようだが、英二は今、その通りだと思うのであった。このままどこかへ行っちまうか。と、彼はつぶやいた。誰にも見つからねえ山の中へでも行って、のだれ死にをしてやろうか。危ねえ!とわめかれた。馬だぞ!英二は飛び抜きながら見た。荷をつけた馬と危なくぶつかるところだったのである。馬の息とその強い獣臭さとで顔を包まれたように感じ、英二は持っていた手拭いで顔や首筋を押し拭った。怒りがこみ上げてきた。馬方に怒鳴られたことより、歩きながら馬とぶつかりそうになるほど思いあぐねていた自分に腹が立ったのだ。こんなはずじゃなかった。と、英二は、我知らず声に出していった。おい、英子。貴様こんなはずじゃなかったぞ。女の腐ったの見たようにうじうじして、ため息なんかばかりついていてどうしたんだ。昔の栄光はどこへ行っちまったんだ。その時、後ろから呼びかけられた。A さんじゃありませんか?どこへいらっしゃるの?彼が振り返ると、24、25になる女が、何か包みを抱え、微笑みながら近寄ってきた。どこかで見た顔だが、思い出せなかった。どうも、しばらく。女は、お辞儀をしてから言った。あれからもずっとご飯長ですか?申し訳ねえが、どこの人だっけ?あら、やだ。お忘れになったの?と、女は色っぽく睨んだ。住吉にいた亀、お亀ですよ。15-3。英二は、住吉で飲んでいた。いつもの小座敷ではなく、土間の腰掛けで、前には焼いた干物と馬煮が置いてあり、差し向かいにおのぶが腰を掛け、酌をしてやっていた。それで、亀ちゃん今どうしてるの?聞かなかったが、と言って英二は目を細めた。見た様子じゃうまくいってるようだったな。片着の神さんっていう風だったよ。もしもそれが本当で、そのまま収まるとしたら、瓢箪から駒が出たようなものだと言って、おのぶは、
おかめがこの店をよした時の事情や、相手の男のことなどを話した。エイジは聞いてはいなかった。久しく飲んだことがないため、二本目の酒でもう酔い始めたらしい。鉛でも詰まっていたような胸のしこりが、風でも吹き抜けたようにさっぱりとほぐれ、自分でもすっかり忘れていた気持ちの張りといったようなものが、胸に溢れてくるのを感じた。断っておくがな、と彼は言った。今日は銭を持ってねえんだ。もう伺いました。一文も持ってねえんだぜ。どうしてそんなことにこだわるの？おのぶは釈放してからいたずらそうにエイジを見た。まさか夫婦喧嘩をして飛び出してきたんじゃないでしょうね。首でもくくろうかって時に夫婦喧嘩ができるかい？何のことそれは。仕事がねえのさ。スラスラと言えたことにエイジは自分でびっくりした。店を開いてからこっち仕事らしい仕事のあった試しがねえ。世間が不景気だってことも知っているが、これじゃあ俺たちはどうしようもねえ。本当に首でもくくりてえくらいだよ。まあ、大げさね。おのぶは英二の顔を凝視した。お店を始めてからまだ半年じゃないの。何をそんなに慌てるんですか？お末の奴は賃仕事をやりだし、サブはどこかへ引稼ぎに行っている。英二は酒をすすってから言った。やけくそな調子でもなく、絶望的でもなく、むしろ挑みかかるような口ぶりであった。どこへ何をしに行くかわからねえが、とにかくどこかで引稼ぎをしちゃ、立ちんをそっとお末に渡してるんだ。お末はお末で、隣の人を助けるんだと言いながら、朝から夜中まで、暇さえあれば仕立て物にかかってる。のろけないでよ、と言っておのぶは釈放した。弟子の仕事が左前の時に女房が内職をするくらい当たり前じゃない。世間をご覧なさい。そんな話は吐いて捨てるほど転がってるわ。まあ聞けよ。エイジは酒をすすり考えをまとめるようにちょっと口をつぐんだ。俺はこの腕の鉛を取り戻すことにかかりきりだった。サブの受けてくる雑な仕事もしたが、その他は自分の手直しだけに打ち込んでいた。初めからそのつもりだったんでしょ？腕はどうにか元へ戻った。今なら大抵な仕事はやれると思うんだ。けれども仕事がないっていうのね。そればかりじゃねえ。エイジは片方の眉をくっと上げていった。女房に稼がせるようになったら、男はそれでおしまいだっていう。人から聞いただけではなく、現に俺のこの目で幾度も見たことがあるんだ。女房に稼がせるようになっては、本当に男はもうおしめえなんだ。ずいぶんな思い上がりね。エイジは驚いたようにおのぶを見た。おのぶの声が急に冷たく、皮肉な調子に変わったからだ。A さんの負けず嫌いはいいけれど、そんな思い上がりは大嫌いよ。と言って、おのぶは、エイジを睨んだ。夫婦になれば、一心同体とさえ言うじゃないの。女房が稼げば男はダメになるなんて、それは男が稼いで女を養ってやるっていう思い上がった考えよ。エイジが仕事にあぶれた時、女房が稼いでどうして悪いの？男だって女だって同じ人間じゃないの。この世で男だけが偉いわけじゃないのよ。信子は話を脇へそらしてるんだ。私も飲むわ。おのぶは立ち上がった。その時、客が入ってき、小女のお松が、お帰りなさい、と言って腰掛けの一つへ案内した。自分の杯と勘どくりを持って戻ったおのぶも、その客を見ると明るく微笑んで、あら、お帰りなさい。と言い、エイジに目混ぜをしながらそっちへ行った。怒ったようだな。とエイジは手酌で一つ飲みながら、独り言を言った。
男が働いて女を養うってかい？そんな話じゃねえのを知ってるくせに。だが、思い上がりっていうのは当たってるかもしれない。お寿恵やサブが稼いでいるのは、俺たち三人の急場をしのぐためだろう。それを女房に稼がせているなどと考えるのは、思い上がりかもしれない。と彼は思った。そこんところがおかしい。エイジは酔ってはっきりしなくなった頭を呼び覚まそうとするように強く振った。俺はちっとも思い上がった気持ちなんぞありゃしねえ。とんでもねえ。俺はサブにもスウェにもすまねえと思ってるんだ。ごめんなさい。と言われて顔を上げると、おのぶがさっきの客とそこへ来ていた。客は55、6だろう。結城紬の合わせに羽織、本献上の博多の帯を締めて、白なめしの革の尾をすげた朝浦を履いていた。うちのお客様のさぬき屋さん、とおのぶが引き合わせた。こちら一緒になりたいっておっしゃるんですけれど、それにちょっとお話もあるんですって。嫌おを言わせない口ぶりである。エイジはそれに釣り込まれたように手を振り、どうぞ、と答えた。押し付けがましいが、ごめんなさいよ。と客は、鉛のある言葉で言って、エイジの前へ腰をかけた。オラは、さぬきや伊兵衛っていうもんです。よろしく頼みますよ。15-4。紙に載せた小判、五枚をぼんやり見つめながら、エイジは、湯飲みの水をすすった。さぬきや伊兵衛、本当の話かな？曹州の江ノ島、と、おのぶが言った。近くはなくてよ。百里先だって驚きはしねえが、話があんまり急のことなんで、まだ本当のことのように思えねえんだ。姉さんには急な話でも、さぬき屋さんはもう5日も探してたのよ。そういう話だった。さぬき屋は曹州江ノ島にある料理屋で、客座敷が12。その襖を全部張り替えるため、江戸まで職人を探しに来た。特に3つの座敷は、エブスマなので、表具のできる職人でなければならない。他の座敷も、額張りから地紙まで。かなり贅沢な注文がついていた。腕いっぱいにやれる本式の仕事らしいので、久方ぶりにエイジは興奮し、注文に対して自分の意見を細かく述べた。伊兵衛もエイジの主張することが気に入った様子で、一度下見に来てくれと言い、手付けとして5両という金を置いていったのだ。伊兵衛は、表具屋と教授屋を7、8軒も回ったという。宝庫堂にも行ったそうだが、賃金の点で皆まとまらなかった。どこでも職人は5人以上と見積もり、しかも仕事の内容から言って、腕っこきでなければならない。とすると、それだけでもこの季節に、江ノ島などへ出仕事にはやれない。もしやるとすれば、材料を別として職人の手間だけでもこれこれと。伊兵の考えていた予算より3倍も高い金額を要求したということであった。期限は正月に間に合えばいいと聞いたから、エイジはサブと2人でやれると思った。賃金などはどうでも、何より仕事にありつきたかった。それも本筋の仕事なのだから、頼んでもやりたかったのである。酔ってたんだな、とエイジは言った。酔ってたからあんなにスラスラ言っちゃったんだろうが、今考えてみるとまるで夢のようだ。現にお金がそこにあるじゃないの、とおのぶが言った。まさか兵さん、今になって嫌だなんて言うんじゃないでしょうね。俺の言うことがそんな風に聞こえたか？私忘れてたわ。と言って、おのぶは立ち、自分の杯を持ってきながら、お松に向かって酒をつけるように命じ、
またエイジの向こうに腰をかけた。さっきは文句を言うつもりで飲む気だったけれど、今度はお祝いのために私もいただくわ。おかみさんの方はいいのか？夕べからご帰還なしよ。その話は後でするわ。と言って、おのぶは手酌で一つ飲んだ。さぬき屋さんは5日前から来ていたの。堀の向こうの吉田屋っていう宿屋に泊まってるんですって。はじめに仕事の話をしてくれれば、私から A さんに取り次いだのに、何にも言わないから今日までわからなかったのよ。それでも A さんが仕事がないなんて言わなかったら、私取り次ぎなんかしなかったかもしれないわね。何しろ江ノ島なんて箱根山の向こうですものね。へえ、箱根山の向こうですかね。お酌してちょうだい。と杯を突きつけて、おのぶはすぐに下を出した。あ、ダメか。杯のやりとりなし、酌のしっこなしね。酌をするよ。おかげで仕事にありついたんだからな。それで思い出したわ。お松が缶のついた酒を持ってき、通いの女中が二人現れた。二人は、おはようございます。と挨拶したが、おのぶはそれには上の空で、続けさまに飲みながら、向きになって A に食ってかかった。A さんはさっき、サブちゃんが引稼ぎをすることや、女房に稼がせることがどうとかって言ってたわね。よせよ。絡むのはまだ早いぜ。これで三杯目じゃないの。よって言うんじゃない。本気よ。と、おのぶは言った。ねえ。A さんは奉公堂でも指折りの腕を持ってるでしょ。今度の話がなくっても、いつかはきっと売れっ子の職人になるわ。女房に稼がせるようになって男はもうダメだって世間で言うのはあんたとは別のことよ。それはもともとずくなしで、神さんの稼ぎにおぶさってのらくら遊んでるような人のことだわ。A さんのはそうじゃない。したくっても仕事がないからでしょ。仕事がなければ、左陣五郎だって袖越えのようなことをしたじゃないの。左陣五郎がね、そいつは初耳だな。はぐらかさないで。これからが本題なんだから。おのぶは手酌で飲んで続けた。A さんはさっきおすえさんに稼がせてるって言ったわね。そして私は大層な思い上がりだって言ったでしょ。それが分かって、A さん。A 氏は曖昧に首を振った。怒らないでちょうだい。これは本気なんだから。と、おのぶは言った。お寿恵さんに稼がせてるっていう気持ちはね、A さんの仕事が繁盛するようになった。今度は A さんの働きでみんなを養っているっていう考えになるのよ。男が稼いで妻子を養うのは当たり前じゃねえか。おのぶは静かに首を振った。とんでもない。冗談でしょう。人間が人間を養うなんてとんでもない思い上がりだわ。A さんが職人として立ってゆくには、幾人か幾十人かの者が陰で力を貸しているからよ。サブちゃんはよく言ったでしょ。俺は能なしのグズだって。けれども、サブちゃんの仕込んだノリがなければ、A さんの仕事だって思うようにはいかないでしょ。サブの仕込んだノリは、決して誰にも引けは取らねえ。奉公堂でも右に出るものはなかったはずだ。前から A さんはよくそう言ってたわ。近所に住む馴染み客らしい男が二人入ってき、いらっしゃい。と言って、おのぶは女中たちを呼んだ。それから A 氏に目くばせをし、前にある缶どっくりや、皿小鉢を盆に乗せて立ち上がった。あっちへ行きましょう。と命令するようにささやかれ、エイジもって奥の小座敷へ移った。もう暮れかかる時刻で小座敷の中は暗く。おのぶは安どんを持ってくるようにとお松に言った。
もうちょっとだから本気で聞いてね。おのぶはそこそこに前立てをし、座るとすぐに言った。姉さんがそう言うんだから、サブちゃんが誰にも負けない仕込みをするっていうのは嘘じゃないでしょ。A さんはそのノリを使って仕事をする。掛け物にしろ、屏風にしろ、仕上がりが良ければ A さんは褒められるわ。いい仕上げだ。立派な筆だって。その時、ノリを褒める人がいるかしら。この掛け物に使ったノリは見事な仕込みだって。仮にも褒めるような人があると思って。A さん。お寿恵さんのことだってそうよ。おのぶは調子を変えて続けた。今に A さんのお店が繁盛し、賃仕事なんかしなくてもいいようになったの。それでお寿恵さんが今より楽になるわけじゃないのよ。一家の切り盛りをし、ご亭主にいい仕事をさせるためには、賃仕事なんかするよりずっと大きな苦労が絶えないはずよ。そう思わない？ A さん。A氏は何も言わず、湯飲みを取って水をすすった。おのぶはまた手酌で二つ飲んだ。私、こうして長いこと、お客の相手をしてきてつくづくそう思うの。おのぶは吐息をついていった。世間から、兄とか、親方とかって、人に立てられていくものには、みんなサブちゃんのような人が幾人かついているわ。ほんとよ、A さん。わかった。よくわかったよ。寄せ場にいるとき、与兵にも同じようなことを言われた。お前さんは一人ぼっちじゃない。少なく数えても、サブちゃんやお寿恵さん、おのぶさんという人がいるじゃないか。どんな場合にも、人間は一人ぼっちということはないんだよ。というような意味のことだ。それにしても、世間に立てられ、敬われていく者には、影に皆サブのような人間がついているという、おのぶの言葉は痛かった。お松が火の入った安どんを持ってき、勘どくりを二本持ってきた。わかってくれたのね。おのぶは新しいとっくりから手酌で一つ飲んだ。わかってくれたような目になったわ。おのぶはそう言って A 氏の顔を見つめ、急にその目から涙をこぼした。どうして、私をおかみさんにしてくれなかったの？おのぶは、涙の溢れ出るままの目で、A 氏を見つめながら言った。私がこんなにあんたが好きなのに、私ならきっといいおかみさんになってみせたのに。人仕事どころか、あんたのためなら私は喜んで身振りだってしたのに。アサギ幕が落ちて、工場から背幅が開いたというところだな。エイジは何も聞かなかったような口ぶりで言った。うちで心配してるといけねえから帰る。ありがとうよ。まだいや、帰っちゃ。と言って、おのぶは、エイジの手を素早く握った。一生の願い、もう少しここにいてちょうだい。エイジは懐へしまった金包みを出してみせた。これを忘れちゃいねえだろうな。おのぶはその包みを見張り、崖から落ちでもしたように興奮から覚め、けだるそうに遅れ毛をかき上げながら、そっとはにかみ笑いをした。私酔ったのね。ごめんなさい。おのぶはちょっと舌を出し、首をすくめた。お寿恵さんが気をもんでるわ。早く帰っておあげなさいよ。のぶ子、大丈夫か？出なくってよ。おのぶは前帯をたたいた。それからね、これは言う必要もないと思うんだけれど、ここのおかみさんにこれができたの。おのぶは右手の親指を立ててみせた。その相手を誰だと思って？
エイジは、おのぶの表情を読み取った。例の、板前の徳さんか？私もカミソリを持たなくてもよくなったの。でも不思議なもんね。おのぶは肩を縮めた。あの人がおかみさんとそうなったら、今度は自分の男を取られたような気がするんですもの。女って変なもんだと思うわ。十五の子。坂本二丁目へ帰った英二は、お末に何を言う人間も与えず、いきなり住吉であったことを話した。まるで咎人が申し開きをするようだなと、話しながら自分でも苦々しい気がしたが、お末の顔は見る間に明るく生き生きとしてきた。よかったわね、よかった。お末は弾んだ声で言った。私、おのぶさんの親切、一生涯忘れないわ。そんなことをこれっぽっちでも言ってみろ。信子が反感になって怒るぞ。そうよ。あの人あんたが好きなんだもの。心の中でお末はそう言ったが、無論口には出さなかった。それで、下見にはいつ出かけるの？明日だ。明日の暗いうちに立つとしよう。江ノ島って遠いんでしょ？初めてだからわからねえが。箱根よりこっちのことは確かだ。晩飯の支度をしようと言って、ウキウキと立ち上がるお末に。今日はサブはどうした？と英二が聞いた。そう言われて思い出したわ。とお末は振り返って言った。私、お末ちゃんって人に会いました。あんたの言う通り、器量よしでしっかりしたいい人ね。ここへ来たのか？私が言ったんです。あんたが言う言ったまま、あんまり帰りが遅いので、サブちゃんのところにでも行ってるかと思って、金杉まで行ってみたんです。エイジは眩しそうに、すまなかったな、と言いながら目をそらした。あんたの言った通りよ。お末は勝手へ行きながら言った。あの人、サブちゃんのおかみさんにぴったりだわ。立ち話をしたくらいのものだが、お末という娘がサブを好いていることは、言葉や目顔によく現れていた。サブはおっとりとした方だから、お末のハキハキした目端の効きそうな性分が役に立つだろう。いい折を見て、二人を一緒にしてやりましょう。と、お末は、勝手からはしゃいだ口ぶりで言った。それで、サブはいたのか？と、英治が聞いた。いいえ、仕事に出たそうです。今夜見えなければ、明日はきっと夜でしょう。と、お末は答えた。江ノ島へは、サブちゃんも一緒に行くんですか？下見は、俺だけで十分だが、留守の間に材料を買ってもらいてんだ。と、英治が言った。これまでに買い溜めたものはダメだ。下張りの紙だけでも、買い直さなければならねえ。それもすぐに注文しねえと間に合わねえかもしれねえんだ。忙しくなったわね。お末はこっちへ来て、前立てをしながら言った。せっかくの晩だっていうのに何にもないのよ。久しぶりで一本つけましょうか。酒はもうたくさんだ。と英治は手を振って言った。あるもので片付けよう。それから明日の支度だ。食事の間中、お末は蒸気した顔に微笑をたたえ、取り留めのないことを休みなしに話し続けた。まだそう喜ぶのは早い。仕事が仕上がってからのことだ。と、英二は言おうとしたが、そんなに嬉しがるほど気に病んでいたのかと思うと、その喜びに水を差す気にはなれなかった。飯が終わるとすぐに、エイジは注文帳を書いた。エブスマには裏打ちの紙が幾種類か必要である。書いてあるのが資本の場合と憲本の場合とで、薄みのとか岩皮などの直に貼る肌裏や中裏、増し裏など、それぞれ
表にあった性質の紙を使わなければならないし、もちろん手すきだから、同じ美濃でも、粗密や薄手厚手があるし、紙の字にムラのないことも大事な条件となる。これらを選ぶには、長い経験と勘による他はなく、サブでは少し心もとないのだが、注文してもすぐ手に入るとは限らないので、差し当たり彼に頼むより仕方がなかった。明日はサブが来たら、と英二は書き終わった注文帳をお末に見せていった。これは本国町の大和屋へ持って行って、10日以内にこれだけ揃えてもらいたいと注文するように言ってくれ。本国町の大和屋ですね。本国町四丁目の大和屋三郎兵衛っていう紙屋だ。と念を押して英二は言った。サブは灰原って言うかもしれない。宝庫堂ではずっと灰原だったから。けれども、俺は大和屋にするってな。忘れねえでくれよ。わかりました。とお末はうなずいた。この五両だが。と英二は包みを開いて金を出した。江ノ島までの行き帰りをカゴにするから、二枚は俺が持って行く。一両でも余ると思うが、急ぐ旅だから用心のためだ。あとの三枚はサブに渡して、大和屋へ内金に入れとくように言ってくれ。っていうのはつまり、すまねえがこの金は、おめえの手には一文もやれねえんだ。見せましょうか。にっと笑って立ち上がったお末は、タンスの小物入れから財布を出してき、中のものを膝の上へ振り落とした。数えてちょうだい。二分子とちょっとあります。私のことは大丈夫よ。エイジは、お末の膝の上をじっと見ていて、それから肩の荷でも下ろしたように、体の力を抜きながら、長いため息をついた。まだ、寝るには早いな。エイジは喉に何か使えたような声で言った。ハケでも調べておこうか。